こちらのコーナーに参りましょう。武田恒康さんのトラディショナル談話でございます。はい、はい、ここからはですね、日本の文化や風習伝統など日本人なら押さえておきたい、考えておきたいテーマを、武田恒康さんならではの視点から解説していただきます。トラディショナル談話、本日のテーマは何でございましょうか。はい、今日のテーマはこちらです。おや、皇居勤労奉仕のすすめ、はい、そうですとありますが、ちなみにですね、失礼しました、昭和46年の9月24日に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律が、施行されたことから、本日9月24日は清掃の日だそうでございます。そこにちなんでと申しますかね、はい、関係してこんなアンケートを取らせていただきました。どうぞ。トラディショナル談話、皇居勤労奉仕のすすめに絡めて、皇室を体験できる次の行事のうち参加してみたいのはどれですか。1、一般参賀。2、歌会始めの儀。そして皇居勤労奉仕と。お、一般参賀と皇居勤労奉仕がね、拮抗してますが。そうですね、はい、はあ、歌会始め人気ないですね。まあ、歌会始めはなかなかね、その簡単にこう行くイメージはないのかもしれませんが、これを受けて武田さん、はいはいはい、お話を、ちょっと歌会始めはまた別の機会にですね、じっくりとお話しできればと思いますけども、はい、天皇陛下との距離が一番近いのは歌会始めの儀ですけど、ね、実はね、はい、終わった後またご自宅に招かれますからね、うん、よくテレビでやってる宮殿松の間で行われる歌会に、まあ、だから歌を応募しますでしょ、で入選すると呼ばれるわけですよ。それだけじゃなくて、後日入選者5名が、ご自宅に、御所に招かれてお茶会があって、で、あなたの読んだこの歌はこんなこうですかとか、陛下から天皇陛下、皇后陛下からですね、ご下問がありという。そんなこと聞かれてもね、はい、もう答えられないでしょうね。やっぱり大和歌の伝統ですね。はい、ちょっとまたね、歌会始めに関してはまた別の機会にじっくりとさせていただこうと思います。まあ、はい、でこの皇居勤労奉仕なんですけども、あれ、折島さん行ったことは？いや、ないんですよ。ないですか。有本さんもないです。あ、そうですか。うん、行ったことある人います？観覧の方で。あ、ないですか。ぜひこれ、ちょっと残念ながらね、はい、はい、これね、ぜひ行ってほしいんですよ。皇居勤労奉仕というのは、要するにまあ、ここに書いてある通りなんですけども、皇居で、まあ、勤労奉仕するということで、具体的にはお掃除をするんですね。でこれはですね、まあ、事前に急に行ってお掃除道具持ってお掃除させろって言ってもできませんので、事前に申し込むんですけども、はい、半年前から受付を開始してます。でこれ宮内庁に直接申し込むんですけども、まあ、興味ある方はウェブサイト見てもらえばいいんですが、4日間なんですね。4日間。だから1日だけじゃダメなんですよ。丸々4日間。でしかも最初の日は朝から、朝早くからですから、だから地方からの方だともう全泊で入らないといけないので、まあ、5日間ですね、開けていただかないといけない、まあ、なのでなかなかね、このお仕事を普通に月金でされている方はですね、この4日間、しかも土日挟めないんですよ。月火水木か火水木金のどっちかなんですね。で土日挟めないので、もうまさにウィークデーを4日間開けない、連続で開けないといけないので、なかなかこれできる人いないと思うんですよね。内容的にやっぱ細かく段取りって決められてるんですか？初日はこことか2日目はこことか。これはですね、その時次第ですね。例えば秋だったら落ち葉 で、でそれを履くとか、で春だったらまた、ね、桜がどうのとか、季節によってやっぱり庭の状況が違いますから、作業が全然違いますね。これ朝早いって今おっしゃいましたけど、はい、毎日何時って決まってる？何時だったかな、8時だったかな、8時半だったかな、ちょっと早めなんですよ、に集合して、でバーってお掃除始めて、でお昼はその、待合室みたいのがあるんですけど、そこに帰ってきてみんな自分で用意してお昼を食べる、お弁当持って行って、そうです、で午後また勤労奉仕して、夕方そうですね、4時とか4時半、遅くとも5時までには
4時半ぐらいかなに大体終わるということを毎日4日間やるんですね。でこれはですね、いつもいっぱいで直前に申し込んでもダメですので、もう大体6ヶ月前にダーッと埋まってしまう感じで、いっぱいになるとそこからの抽選なりなんなりで絞られるんですけども、でこれはちょっと難しいのは、まず平日4日間開けなきゃいけないのと、あと最低15人じゃないといけないんですよ。15人で1組。そうです。でそれも何名だけで申し込めなくて、全員名前を書いて申し込むんですね。それで欠員が出ると後で補充できないんですよ。で15名以下になると参加自体ができなくなるんですね。はい、細かいですね。で15人から60人の間で申し込むという。でそれで毎日免許証とか保険証とか見せて本人確認を全員して入れるんで、だからなんか別の人を適当に入れ込んでも、ダメということになります。そりゃそうでしょうね。と言いますのは、このやっぱこのテロとかがあってはいけない。でこれはですね、もう皇居の中枢まで入り込むんですね。でこれ例えば宮殿のお庭のお掃除とか、それも普通にするんですよ。です。あとそれからまあ、チーム分かれていろいろと当たるので、はい、誰がどこっていうのはその時次第なんですけども、皇居の中にある、まあ、賢所ですね、93殿のお掃除もするんですね。お庭のお掃除を。私はなんかもっと全然、はい、ちょっと言っちゃ悪いけど、橋の方をただやるだけなのかと思ってました。はい、違うんですか？橋の方もやるんですか？そう考えますよね。ねえ、そんな奥のところまで行くなんて。私これ毎年参加してるんです。で、高校生、大学生を連れて武田研究会の学生部で行くんですけども、で去年、今年はちょっとコロナで中止になってしまう。もう全体的に中止になってしまって、受け入れができないというか中止になったんですが、昨年はですね、皇居の盆栽を管理しているところがあるんですね。で大統領来たりとか国賓来たりとかするときに盆栽をこう飾ったりとかする、あと陛下のご自宅、その御所の入り口とか居間とかにも盆栽を飾る。その盆栽がずらーっと並んでいて、それの土、じゃあそれの肥料の準備とかをしたんですね。はい、そういうこともやるんですか？あと赤坂御所の方ですね、赤坂御用地の方のお掃除もするんですね。そうすると園遊会をするようなところのお掃除したりとか、あとでこれも本当申し訳ないんですけども、4日間なんですが、実際その、時間のうちの、そうだな、半分は観光なんですよ。宮内庁の庭園課の人がびっちりついてくれて、あ、ここは何々です、この宮殿のこちらのお部屋はこうで、この前何々大統領来た時ここでこうでしたみたいなことを、だからもういや、もういやもっと働かせろみたいな、俺たちは掃除、私朝から晩まで勤労なのかと思って違うんですか？はっきり言うと公共ツアーなんですよ。もう半分ツアーで、なんか申し訳ないですね、それも。でしかもまたこれは庭園課の人が、もう毎日こう案内してるから、もうだんだんみんな慣れてきて、名調子うまいよ。で同じ人に当たるとギャグが毎年同じっていう、観光地によくありがちな、もうベテランのガイドさんみたいな。そうそうそう、いやそれが本当に詳しく教えてくれるんですよ。いろんなことを。そうですか。それでいろいろ、この盆栽は、何々大統領が来た時にここに飾ったやつでとか全部教えてくれて、でまたこの盆栽もすごいんですよ。江戸時代からの樹齢400年とか300年とかがザーッ並んでるんですね。で家光っていう名前についた松があって、その家光がめでてた、そう、盆栽とか、すごい、三代将軍、そうです。で、さすがですね。それ見られるんですね。見られるんです、目の前で。だからそんなのに変なの入り込んで、イエイバキーなんてやったら偉いことですからね。そう。だから確かにね。それでその宮殿から、天皇陛下が毎日、宮殿から、ごめんなさい、御所から宮殿にね、はい、いらっしゃるとき、車でいらっしゃるときもあれば、歩いていらっしゃるときもあると。で、歩いていらっしゃるときはここを通って、昭和天皇はこの植物が好きだから、いつもこの木が、この花を咲かせるのをいつも楽しみにしてたとかね、そんな話をいろいろ聞きながら、で、
ここは天皇陛下があの宮殿に入る専用 の, あの入り口ですよと、うん、一般皇族はここから入れませんとかですね、そういうことも聞きながら、もう本当ずっと皇居を案内してもらえるわけです。じゃあやっぱり危険な人入れちゃいけませんよね。そうなんです。だから免許証全部見せてと、うん、いうことなんですね、うん、でそれで、じゃあ作業もしましょうかみたいな感じで、でこれそうなんです。でこれまでいろいろやったのは、例えばあの石垣とか結構あちこちにありますよね、うん、そういうところの石の間に入った、うん、あの雑草を取ったりとか、あとはその指定されるんですよ、これを抜いてくださいみたいな、もしくはあの、ね、印象的だったのは、その天皇陛下、天皇陛下しかお入りになれないその、まあ、宮殿の入り口があるんですけども、その目の前の石垣を、全部きれいにする。でそれも確かね5年ぶりか10年ぶりの作業だったらしくて、もう鶴がうわーってなってたんですね、それ結構あの坂道とかあって危険な場所なんですけども、それをあのうちらが担当することになって、4時間か、あ、まあ、丸1日近くそれやったんですけども、ピカピカ綺麗になったんですよ、でうわーって覆ってて、まさに天皇陛下がしょっちゅう通る場所ですから、そこ綺麗にしたんですね、翌年行ってもやっぱまだ綺麗なんですよ、5年か10年ぶりのお掃除やったもんですから、でそうするとやっぱり普段陛下の目に触れてるところをお掃除させてもらうっていうのはすごく気持ちいいですよね。はい、伺うまでもないかもしれませんけど、携帯持って入ってちょっと撮影とか無理なんでしょうね。携帯電話の撮影は一切不許可になるでしょうね。でですね、こう皇居勤労奉仕の一番の目玉は護衛職なんですよね。護衛職、はい、まあ、必ずというわけではないです。ご体調もあるでしょうし、地方へのお出かけとか海外においでということもあると思うので、必ずではないんですけども、天皇陛下の護衛職が、だいたいあの参加しているチームの半分ぐらいがですね、護衛職するため の,、まあ、あの建物がありまして、そこに参集するんですね、そうすると20人ぐらいのグループが、まあ、7つ8つぐらい入りまして、そこに天皇陛下がいらっしゃるわけですよ、それで団体一つずつ、護衛職をさせていただける、はい、それでみんなこう部屋の中に8団体とか7団体とか並んでます、で代表が前に出て、後ろにみんなギシギシで、ね、まあ、待ってるわけですね。そこに、はい、あのセンチュリーにお乗りになった天皇陛下がお付きになって、だから代替わりがあってから私今年行けてないんですけども、去年まではですね、あの上皇上皇后両陛下が、はい、あの皇居で護衛職ということで、両陛下揃って揃ってです、両陛下が。私何回か行きました、毎回必ず。そうすると、あの例えばあの私たちは武田研究会学生部という名前なんですけども、例えば何々県、例えば農協の なんと婦人会とかですね、いろいろな、まあ、神社の、青年なんとか神職会とかですね、まあ、いろんな団体が来てるわけですけども、それでみんなこうバッチつけてるんですね。そうすると両陛下がいらして、なんだ、その団体ごとに、あ、今年は例えば、長崎県は、はい、台風で大変でしたねとか、被害はなかったですかとか、で農作物とかその JA 系だったら作物はどうでしたかとか、いろいろとご加盟があるわけですよ。それで毎回参加しているところだったら毎年来てくれて嬉しいですみたいな話もあったりなんかして、でそしても、まあ、1団体あたり、そうですね、1分2分長くても3分みたいな感じなんですけども、両陛下がこの20人前後ぐらいのところに、まあ、話しかけてくださるわけです、ね。まあ、団体によってはもう常連さんみたいな方々もいらっしゃるわけですね。そうなんです。それでいろんなご家紋があるので、もしくはみんなあのハッピーとか着てると、その柄はとか素敵なのを皆さん揃えてきてますねとかね、やっぱそういう、まあ、ハッピーとか作業着かな、でみんななんかつけてると、これは何ですかとかですね、いろいろ聞いてくださる。それに対して、あ、これはこうですとか、今年はこうでしたとか、いろいろと申し上げて、それで、お元気でお過ごしくださいみたいに言われてですね、それでまた次の団体で、それで全部が終わると、陛下が真ん中にいらっしゃるんですね、それで各団の団長が前にずらり並んで、そこで万歳三唱するんですよ、はい、天皇陛下万歳万歳
バザーっていうのはもう本当もう2メートルぐらいの距離ですよ。そんな距離で、はい、でその護衛尺の時はもうあの2メートルぐらいの距離ですから、もうハクションって言ったら飛んでっちゃうぐらいの距離なんですね。はい、いやそれで万歳三唱を全員でするわけなんですね。で私が前回行ったのは去年の3月でしたから、ちょうどもう上位直前ですよね。4月末で上位でしたから、ですから両陛下お揃いのところで、で団員で話し合って誰が万歳三唱の掛け声をするかって話し合うんですよ。それでいつも私遠慮してて、あ私結構ですって言って、あの年長者ぜひぜひみたいな感じでやってたんですけども、あのその年はですね、武田さんぜひやってください最後ですからって言われて、それで私が3月何日だったかな、半ばぐらいでしたかね、あの両陛下の目の前で、発声をしました。でそれでその後あの両陛下がまあセンチュリーにお乗りになって、お帰りになる、その時にみんなちょっと緊張が解けたみたいな感じでわーって手振ってね、っていう感じなんです。であのいつも高校生大学生を連れてくるんですけども、で護衛尺が終わって後ろ、私団長でだから一番前にいるんですけども、後ろ向くと泣いてる子が多いんですよ。かもしれませんね。でもね、なんか今のお話伺ってたら本当にそうだと思うわ。でそのね、その上皇陛下、上皇后陛下が、まあ、はっきり言って誰でもね、まあ、過激派とかは参加できないにせよ、まあ、15人20人団体作れば誰でも行けちゃうわけですよ、日本国民でね。そうです。だから別に内閣総理大臣になったからね、任命式で来るわけでもないし、勲章の人が来るわけでもないし、誰だってもう15人20人来るんだら誰でも行けるんですよ。にもかかわらず高い お掃除って言ったってほとんど観光なんですよ。にもかかわらず一団体ごとにですね、お言葉を、でもうほんでそれがね、あのまあ今日も勤労奉仕だから、まあ行ってちょっと話してみたいな感じじゃなくって、もう本当にもうあのどっかの国の大統領と接するのと全く同じ姿勢なんですね。で、まあ、またご夫婦仲がよろしくて、美智子様がね、あの聞いて、あそういうことですかとか言って、天皇陛下の方に何々とおっしゃってるけど、この前の時のこうだったじゃないとか言って、あそうだねみたいな感じですね、それでとか言いながら、本当にもうね、もう全力投球なんですね。どこどこの国王だろうが、勤労奉仕のどこか来てるかは分かんない誰かであろうが、全く同じように100% 全力投球で話を聞き、で喜怒哀楽なさって、また次のこと聞いてみたいなことをしてくださるんですよ。でそれを見て、あの一緒に、まあ、僕が連れてった高校生大学生たちが、これが天皇なのかと、なんか分かった気がするみたいな感じなんですよ。それはそうでしょうね。もうそれは体験してるわけですからね。僕は理屈じゃなくて、だからお掃除をすればね、皇居のとこいろんなところを見て、天皇陛下がどういうところでお仕事なさってるのか分かるし、ものすごいいい勉強になる。それだけじゃなくて、両陛下に会ってくれと、もう会ったら分かるからっていうね、感じだったんですね。でも私護衛尺ってもっと遠くからちょっと、いやいやいや、もうすぐ目の前、もう、もうこの距離より近いですよ。もうこの距離ですよ。この距離です。はい、そんなに近いんですね。そうなんです。だからそれがあの、まあ、必ず約束されてるわけではないんだけども、護衛尺がある。でそれからあの、赤坂御用地をお掃除するのが4日間のうち1日入るんですけども、そうすると私去年までは皇太子殿下ですよ。でまたね、皇太子殿下の護衛尺が東宮御所の中でやるんですよ。だから全員、中に入れちゃう。そうです。金属探知機通って、どういうその皆さんだってお掃除だから作業服ですけども、足を泥はたいて、でちょっときれいにして、それで全金属探知機とか、通って、でさすが正面玄関から入んないんですけども、通用の門から入って、そこ の、まあ、部屋に行くんですね。でそこは皇居の中での護衛尺よりももっと狭いところなので、そこにぎゅうぎゅう詰めですよね。でそこに、去年までは皇太子殿下がやっぱりこう回ってきて、その狭い部屋で、そうですそうです、一組一組なんですよ。御所の中ですからね。はい、ということが、まあ、今ちょっと代替わりがあって、今こっちのコロナでね、今中止してるんですけども、こう年内はやんないのかな、来年ぐらいからぼちぼち始めるみたいなんですけども、そうすると天皇陛下が今かつての東宮御所、現在 の御所ですね、ですのでそこでおそらく御釈があるんだろうなと思うんですよね。はい、
なのでちょっとでですね、宮内庁の方から事前にご会釈の時は自分から何かを先に言わないでくれと、まあ、必ず何かご家紋があるから、ご家紋があった時 に簡潔に聞かれたことだけを答えてください、ね、そりゃそうですよね、いきなりね持論とか展開する人いそうだからね、裁判所みたいですね、聞かれたことだけに答えてくださいって言われるんですね、それでくれぐれも個人的な話はしないでくださいって言われるね、はいはい、で私初めて勤労、毎年行ってるんですけど、初めて行った時にですね、両陛下がこういらして、いきなりニコッとなさって、お父様はお元気って言っちゃったんですよ。いきなり個人的な話しなきゃいけない。でもまあ、武田さんの場合はね、言ってみればご親族だから個人的な話でしょ、元気にしておりますそれは仕方ないでしょ、ね、それはもうね、もう絶対個人的な話やめてくださいって言われたんですけどね、はい、というね、それは武田さんでしかありえないんですよ、まあ、それはね、もうご親戚なんですけどそうでした、半分はでも観光なんですね、そうなんですよ、そうなんですよ、それ昔からそうなんでしょうか、昔からそうです、あ、そう、これはですね、皇居勤労奉仕が始まったの昭和20年の11月か12月か、要するに終戦の後も戦後もボロ、東京焼け野原で皇居だって宮殿焼けちゃって、もう瓦礫が落ちてもうぐちゃぐちゃな状態になってて、でまあ予算も削られてもうお手入れもできない状況だったんですね、それを聞きつけた宮城県の有志団体が、東京までわざわざやってきて、お掃除をさせてほしいって、まあ、困り果てた状況だったから、じゃあということでお掃除をしてもらって、古代のお話と同じような感じですね、そうなんですよ、でそこで昭和天皇がご会釈なさったんですよ、あ、そこが始まりなんですか、来てくれてありがとうって言ってですね、その伝統が今まで続いてるんですね、素晴らしい、まあ、くしくも宮城とか言って球場とも呼べますからね、本当ですよね、偶然ですけどね、そうですよね、もう私の祖父の世代なんて球場って言ってましたからね、で武田研究会では高校生大学生を引き連れて、まあ、4泊5日の旅行を組むんですね、で3月の春休みの時に組むんですけども、で、まあ、全宿泊地方からあちこちから来て、この旅行費参加費は全部無料なんです、私持ちなんですね、まあ、寄付金とか集めて学生は無料で参加できる、でそれで4時とか4時半に終わるとまだ、あ、夜が長いじゃないですか、で4日間深夜まで私が講義をする、すごいですね、もう ですね、天皇とは何かっていうことを徹底的に講義して、それこそ虎の穴ですね、そう、完全なの、そうですね、だからここに、で、最初は伊勢研修があるので、うんうん、伊勢研修、一泊二日の伊勢研修に参加した、学生たちが、今度皇居勤労奉仕 の東京研修に申し込む、もいるので、だから伊勢研修終わって東京研修だから全部で4泊、まあ、5泊ですね、をやるんですけども、合宿ですね、でやっぱり極めつけはやっぱりご会釈です、もう理屈を超えるんですよね、で普通の高校生とか大学生とかみんな泣いてるんですから、でもそれも延べで何人ぐらい参加されたんですか、そうですね、伊勢研修は学生6、7、7、5、400人ぐらい連れてたんですね、で皇居勤労奉仕は30人の団体で学生たち20人なんですよ、あれ何年やったかな、3、4年だから、20年かける3、4年なので、まだまだそんな人数はですけども、これからずっと毎年20人ずつぐらい連れていくということですね、当番組のコメンテーターですと以前ご出演されてた中井さんがね、よくよくというかね、なんかこの前やったっていうのを私も何かで見ましたね、やってたって伺いましたけども、半分は観光ですか、そうなんですよ、だから本当申し訳ないぐらいで、ね、これお茶会に参加できますからね、はい、はい、ということで9割近い方が皇居勤労奉仕にがぜんご興味を持たれたということで再アンケートの結果出ました。ちなみにここでちょっと視聴者の方からメールもいただきましたのでね、読ませていただきましょう。武田先生のお話を聞きながら、50年前に祖父が皇居勤労奉仕に参加したことを思い出しました。50年前、陸軍軍人であった祖父と戦後教育を受けた父母は折り合いが悪く、祖父は時々孫の顔を見に来るだけでしたが、勤労奉仕でいただいた恩師の品を私にくれました。そして勤労奉仕できた喜びを小学生の私に熱く語ってくれたことを思い出しますと、63歳の男性の視聴者の方からね、
メールをいただきました。ありがとうございました。勤労方針に行くと恩師の品がありまして、昔はね菊の門の入ったタバコとかだったんですけども、今はあのお東、あとはあの皇居のまあカタログみたいなあの皇室っていうタイトルの、あの写真集がもらえるんですね。あと私たち学生団体だったので、あの学生団体だけに、絵の私物がありまして、あの当時、まあ、天皇陛下皇后陛下、まあ、現在上皇陛下上皇后陛下のいろいろとご活動の内容を記した、はい、記録した本があるんですね、道っていう名前の本の10年刻みに出てるんですけども、それが当時は、まあ、平成20何年だったので、10周年20周年の2巻セットでですね、あの配慮をしまして、そういうものを、まあ、私物としていただけるんですけどね、はい、それはもうね間違いなく思い出の品にねなりますよね。ということで改めて、武田恒康さんのトラディショナル談話のコーナーでございました。ありがとうございました。ね、これお茶会に参加できますからね、はい、はい、ということで9割近い方が皇居勤労奉仕にがぜんご興味を持たれたということで再アンケートの結果出ました。ちなみにここでちょっと視聴者の方からメールもいただきましたのでね、読ませていただきましょう。武田先生のお話を聞きながら50年前に祖父が皇居勤労奉仕に参加したことを思い出しました。50年前、陸軍軍人であった祖父と戦後教育を受けた父母は折り合いが悪く、祖父は時々孫の顔を見に来るだけでしたが、勤労奉仕でいただいた恩師の品を私にくれました。そして勤労奉仕できた喜びを小学生の私に熱く語ってくれたことを思い出しますと、63歳の男性の視聴者の方からねメールをいただきました。ありがとうございました。勤労奉仕に行くと恩師の品がありまして、昔はね菊の門の入ったタバコとかだったんですけども、今はあのお東、あとはあの皇居のまあカタログみたいな、あの皇室っていうタイトルの、あの写真集がもらえるんですね。あと私たち学生団体だったので、あの学生団体だけに、絵の私物がありまして、あの当時、まあ、天皇陛下皇后陛下、まあ、現在上皇陛下上皇后陛下のいろいろとご活動の内容を記した、はい、記録した本があるんですね、道っていう名前の本の10年刻みに出てるんですけども、それが当時は、まあ、平成20何年だったので、10周年20周年の2巻セットでですね、あの配慮をしまして、そういうものを、まあ、私物としていただけるんですけどね、はい、それはもうね間違いなく思い出の品にねなりますよね。ということで改めて、武田恒康さんのトラディショナル談話のコーナーでございました。ありがとうございました。